江時代初期の三河国の武将。江戸時代に作成された系譜において、松平氏、徳川氏の子祖とされている人物。松平氏由書書では名を信武と記している。そ祖の系譜は、新田源氏の両伝子の末裔という。新田義重の四、男義儀が、新田宗徳川に従して、徳川を称した。義儀の次男を、来主と言い,い、 セラタヤシロウと称し、三河守となった。その次男を、次郎教師、教師の子がまた次郎家事、家時の子が、ヤ次郎光三である。三吉の後を正義、親木、言親と継いでやり親の子が、親子という。しかし、この系譜は、徳川家康が、永禄九年に女人創生をする際、セラ伝子の系譜と自らの系譜をつなげたことが、 日本史学者、渡辺よすけにより論証されている。今日の学会では家康によって粉飾された系譜というのが通説になっている。もっとも、家康の祖父清康がすでにセラデン子を称していて、家康はその影響を受けたものと考えられている。親氏は関東で鎌倉久保の軍勢に敗れ、足利氏の追部を避けるために、父、 夕親と共に、相模国の自衆総元山清上皇寺に入って、出家し、徳弥と称したとされる。古事記像、一種の先民と表現される場合もある。しかし、清上皇寺での落発が語られるようになるのは、武徳大正期成立後の元禄期以降であることが、入本マ雄により、明らかにされており、後世になってから作られたものと考えられる。 徳阿弥は、部下の石川孫三郎を従えて、諸国を流浪し、三河国家盲郡松平郷に流れ着き、有原の死あるいは、鴨野市の血筋を引く道地の領主、松平信重の客人となった。信重は、徳阿弥の赤に通じた教養と武勇を評価して、婿養子としたので、徳阿弥は原俗して、松平太郎左衛門を親子と名乗ったという。 松平氏由書書では信重から先祖を尋ねられた親氏が私と申しますのは東西を定めずに旅する老老のものでありまして恥ずかしく存じますと返事をしたとするここには子祖世の知れないものとして親氏は書かれている松平号の領主となった親氏は里式城を築き着手とされる安近と協力して 中山七名と呼ばれる近隣の領主たちを滅ぼし、勢力を拡大して、戦国大名松平氏の基礎を築いたという。しかし、松平氏由書書の記述から、実際には解読によって土地を獲得したと見る説もある。親氏は武芸に通じ、教養があり、信仰と慈悲の心が深く、領内に、菩提寺となる高月院をはじめとして、 多くの神社仏閣を混流し、貧しい領民には、援助を惜しまなかったという。しかし、以上のような親子の出自と自歴については、後世の松平氏、徳川氏の主張によっており、傍傷となる、同時代資料はないため、記述した論考のほか、松平氏創業の二代、親子と安地が、同時代の資料にその名を乱すことができないため、実在を疑う説もある。 松平氏有書書によれば、親氏は急世したようである。親氏の生没年には、諸説あり、定説の段階までには至っていない。地元の松平町の伝承では明徳4年頃に、没したとされており、平成5年に、親氏の没後600年を記念して、豊田市によって、親氏公600年祭が行われた。また、その一環で、 全国城郭研究者セミナーが開催された。親氏の没年月日の伝承は十通りある。青年には、永忍六年説、元孔二年、小教元年説などがある。また、後に、松平氏の重心となる堺氏の系譜によると、同志の子息親は、親氏が松平氏を継ぐ以前に、三河国碧海軍堺村の領主の子となって生んだ子であるという。 この説に従えば、堺氏は、松平氏の同族ということになる。ただし平野明夫の研究によると、松平信重の長女が、堺里に嫁いだことによって生じたものであるとされる。いずれにしても、松平、堺漁師は宴席に当たる。ありがとうございます。